皆さんこんにちは、小関さやかです。本日も朝 YouTube をお送りしていきたいと思います。本日はですね、何をお送りするかと言いますと、そう、みんながもう本当に興味津々で、もうこの動画を待ちわびてたんじゃないでしょうか。小関さやか2011秋冬最新メイクバージョン。分かってます。誰も大して興味はないことは分かってるんですけども、いや、ね、ちょっと YouTube だしって感じでちょっと盛り上げた感じでやったんですけど、本当にごめんなさい。誰が興味あるんだとは思ってるんですけど、それでもめげずに配信していこうと思ってます。今期の秋冬最新メイクバージョン、小関さやかっていうのをお送りするわけなんですけども、それにあたってですね、本日はご提供をいただいているブランドさんがどれ先にご紹介させてください。本日のご提供はじゃがじゃん本日は、コーヒーカプセルのロールさんのご提供でお送りします。なのでコーヒーとメイクなのって思いますよね。時間があるときはもうコーヒー、香りの高いコーヒーを飲みながらゆっくりメイクをするのが、もうそれは幸せの時間なんですよ。メイクめんどくさいなと思うんですけど、結局好きなんでしょうね、メイクするのが。最近その今回ご提供いただいたこのロールさん、本当に素晴らしい出会いです。これに出会ってから本当にカフェに行く機会がマジで減りました。こういう感じなんですけど、1つの箱につき10個入ってるんですけど、私今回この50杯分頼んでます。いろんな種類があって、ルンゴのエレガント、デカフェのビストレットあるんですけど、いろんな種類があって、これもまたカプセルでいろんな種類があるっていうのがもうすごい楽しくて、いろいろ飲み比べができるんですけど、一応まあ私はブルーのこのデカフェ。ディストレッド、これを中心に飲んでます。これを使ったレシピって言うほどじゃないんだけど、大丈夫だろうか。レシピをご紹介します。かわいいココちゃんもあるんですよ。ロールのこのガラスのカップ、めちゃくちゃかわいい。これすごい気に入ってる。これにこのペペってこんなにいいコーヒーが飲めるっていうのは、本当に現代のこのロールさんにも感謝ですけど、現代のこの価格感謝です。これネスプレッソもこのコーヒーメーカーであればもう全部使えるので、我が家のネスプレッソにはこれ使ってます。でお酢だけピッとお酢だけです。でしかもこの私のお気に入りのリストレットのデカフェなんですけど、なんか今までカフェとか行ってもデカフェってなんかどうしてもカフェイン入ってないですよね、味とか香りっていう感じがしてたんですが、まあ、ちょっと諦めがちにデカフェを選んで飲んでいたんですけど、なんだろう、大げさに言ってるわけじゃなくて、本当にこのリストレットのデカフェを飲んでから普通のデカフェ、私飲めないですみたいな気持ちにはなりました。すいません、本当ごめんなさい、偉そうにしました、本当にすいませんでした。でもそのぐらいこのロールはデカフェですらこんなにもうすごい、めっちゃ香りがふわってくるから、もう家中がめちゃくちゃ気持ちがいい。褒めすぎ大丈夫ねっていう感じなぐらい、本当にデカフェとは思えない香りなんですね。でうち結構実の父と実の母が育児お手伝いしにとかっていうので来てくれてるので、父も母も夫もみんなすごいお気に入りで、本当にこれがあったらなんかこうみんなでコーヒータイムで、これマジでうまいね、香りパネーって言って、そんな言い方はしないわな、香りがすごいねなんて言いながら、本当にそのコーヒー一杯で話が盛り上がってしまうぐらいかなりいいカプセルだなと感じます。だからもうカプセルっていろんなものがあるけど、どうせ選ぶんならもう私はこれだなと思ってこれをずっと選びます。ことを言ってる間にできてしまってるので、ここにエスプレーです。本当はこのロールさんのサイトに行けばすごい素敵な、すごいおしゃれで素敵なロールのカプセルを使ったレシピがたくさん出てくるんですけど、我が家全然何の材料がなかったいつもこれにしてます。上島コーヒーのほんとミント牛乳バーッと入れて混ぜればカフェラテ風が完成。そんな感じで本日はロールさんのご提供で、コーヒーのご提供なのにメイク動画をお送りします。コーヒーのお供はこちらの先ほど近くで買ってきた衝撃美味しいシュークリームで、おやつタイプも買われております。それではおさゆシュークのメイクアップスタートということで、ようわかんないんですけどメイクアップとかとりあえずやっていこう。少しだけメイク用品ねリニューアルしたので、個人的に紹介したいものもちょこちょこあるので行っていこうかなと思います。で今はもう
あの下地は塗ってある状態、下地はいつもと同じこのコシブの UV ベース、もうこれはすでに塗ってあるので始めていきます。私結構クッションファンデが好きで何個か持ってるんですけど、今回はアイオペの、クッションファンデを使います。これです、アイオペはこちら AW ということで、少しマットっぽく仕上がるようなやつに選んでます。あのちょっと陶器肌っぽい、しっかりカバーしたいっていう人向けのクッションファンデかなと個人的に思ってます。いつも言ってるんですけど、メイクするとき、こういうファンデとかコンシーラーとか塗るときっていうのは本当に真ん中しか塗らないっていうのはずっとやってます。もう全部塗るともうなんだ、取ってつけたようなお顔になっちゃうもん、白塗りみたいになっちゃうので、なるべく真ん中だけで終わらせます。しっかり伸びが良くって、そんなたくさん塗り込まなくてもこうやって伸びてくれるのが個人的にはお気に入りポイント。皮膚が薄いところにはたくさんのせないようにしてます。コンシーラーもファンデもちょっとよれづらくなります。すごくない？カバー力、一回こうやって塗っただけよ、結構カバーされましたよね。スタジオフィックススカルプトシェイプコントゥアパレット、ここをクリ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 とやって、この4色この4色クリクリクリとやって、秋冬っぽいメイクを意識して、いつもより、骨格を意識する部分を少しゴリッと出していこうかなと思ってます。コントゥアパレットの一番濃い部分をちょっとしっかりめにのせます。気持ち濃くのせます。いつもこの彫り深くするっていうのはやってるんですけど、気持ち濃くのせるんで、濃くのせる分そのままちょっと幅を狭くするっていうのを意識してやります。クリ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 って、濃いところは濃くしたいんだけど、ちゃんと抜け感も出さないと本当にモリ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 の派手派手おばさんみたいになっちゃうんで、一応抜くように気をつけてます。でちょっと動かしますね。眉毛ね、眉毛は少し薄めに作ります。マックのちょっと眉毛薄く仕上げたいので薄めにしてみます。ここあんまり近づけすぎない感じで抜け感を作っていきます。モードな感じの印象になるかなと思ってます。こんな感じで、まあ、やっぱいつも通りね、ここ色が分かれちゃってるので眉マスカラを塗るんですけど、最近めちゃくちゃ優秀な眉マスカラ見つけました。バビメロカラードローイングスリムブロウカラーミルクブラウン、見てください、この分かるかな、ちょっと柔らかいんですよ、これ自体、ここの部分がちゃんと、なんだろう、眉毛の毛と毛の間にも入り込んで、しっかりこう色を密着させるような感じ、細いから失敗しない。どうですか、ちょっと金髪っぽくなっちゃったけど、これでいいんです。プレッププライム24アワー、このマック、これは本当にいつも紹介してるんですけども、絶対本当買ってない人いたらマジで買った方がいいです。本当にこれマジでマジで買った方がいいです、これシャドウを塗る前にこれを入れるだけで本当にメイクの持ちガラッと変わります。薄くこれもバビメロですね。バビメロのバレンタインボックス、これを使います。目元もちょっとマットな印象は作りたいんですね、全体的に。ここのこれをまず塗ります、まぶたの全体に。結構本当にこれを広範囲に塗ります。茶色っていうかバッケージかなのところを使います。目尻とここのまぶた、ここの2箇所を塗って、そのまぶたの丸みをの影を作ります。今使った茶色いベージュっぽいやつを真下のまぶたにもオンします。ここまで全部ですか。アイシャドウと眉毛の色味が揃ってると思うんですけど、揃ってることでそれも統一感も出るので、ちょっとそれも狙っています。このマットな感じからポリッと浮きすぎないように粒子の細かいパールを選びます。このちょうどこのこれの下にあるここ、これを真ん中に軽くオンします。で、まあ、ちょっと境目を軽く動かします。はい、パール入れるのはもうここだけにします。目元はね。これでアイシャドウはおしまい。どうしました？大丈夫ですか？
次ね、まつげいきますね。ビューラーも新調しました。このスックのビューラー、ヘアメイクのジュンジュンと仲良しなんですけど、ジュンジュンに大体おすすめされているものを買うんですね。このスックのビューラーがほんとしっかりまつげがゴリッと上がるのでお気に入りなのと、前使ってたシュウエムラのビューラーがあったんですけど、あれよくよく考えたらこのゴムの部分10年変えてなかった。いや、なんかだからビューラーするとめちゃくちゃまつげ抜けるなってここ最近ずっと思ってたんですよ。ゴムの部分買うだけでもいいんですけど、せっかくだからビューラーも久しぶりに買い替えてみようと思って最近スックのビューラーにしました。日本人の骨格に向いてるビューラーだなっていう感じがしてます。マスカラ変わってないんですね。ウズのモテマスカラのブラン、これずっと紹介してるのと同じです。いつもそうなんですけど、の眉頭に使うんですけど、マスカラで一本一本ちょっと毛を描いていきます。ちょっとここ慎重になりますね。ちょっとリアルな毛っぽさが出ません？これアイラインは相変わらずシャドウで足すんですけど、ちょっとだけ赤みがあるブラウン、この目尻のとこ二重と平行にちょっと下に下げるまでいかないんですけど、これと平行にアイラインっぽくシャドウを引いていくと割とナチュラルに目が大きく見せられると思います。このパレット神だな。これ1個あれば大体目元どうにかなるな。はい、アイメイク完成。次はチーク、ハートパーセントです。これハートパーセント、オレンジではあるんですけど、少し肌の色に近い感じのオレンジなので綺麗になじみます。高めの位置で中心寄りに塗ってます。真ん中あたり、真ん中、ここも塗ってもいいです。ここも塗るとよりなんかおしゃれなイメージになります。こんな感じです。すごいパールパールシーンをあんまり使いたくないですよ。今ここのチーク入れて、これがすごい綺麗で、これを一番強調したいので、私こういう時はこれで、これRMK のルミナスペンブラッシュコンシーラー、これもよく紹介してるんですけど、これで少しハイライト代わりにしてきます。やばい、チーク入れる前にやるからかった。自分の本当の肌のトーンより少し明るいやつなんですね、これ。なのでこれをちょっと塗るだけでここに高さがある感じになります。で、次によくやるんですけど、眉毛をよりこうなんだろう、シャキンと綺麗に見せたいときはこういうペン型のコンシーラーを使って眉の縁をこう際立たせるように、こんな感じ。トン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 と、ちょっとトン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 と、大丈夫？あ、遊んでます。遊んでる。トン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 としていくと、この眉の輪郭がしっかりするので曲線が綺麗に見えます。リップクリームにはツヤプルリップ105すっぴんカラー、この B アイドルですね。これが結構しっかり保湿感あって好きです。RMK のリップスティックコンフォートエアリーシャイン、これも前紹介してるな。 EX01 なんか結構根元もモードな感じに作った、できてるモードかな、わかんない、まあ作ったイメージなんですけど作ったので、それで口も結構モードにシャキッてしちゃうと、いろんなものを締めすぎちゃって窮屈なお顔に見えちゃうので、ちょっとピンクの明るめのピンクリップで抜け感を作ってあげるとバランスがいいかなと思ってます。で、ちょっとポテッと少しはみ出て塗るのも最近好きですね。最後にカラコン、トゥインクルアイズシークレットシリーズワンデーのメープルブラウンです。これ私プロデュースしてるカラコンで、いつも概要欄に貼ってるやつです。すいませんね、子供の声がよくしてると思うんですけど全然元気なんで大丈夫です。遊んでます。全部メイク完成したんですけど、これおすすめ、ほんとバビメロブラーセッティングメイクアップフィクサーミスト、これめっちゃいい。これをメイクの終わりに、ほんと最後にこうやってこれをミストで一吹きするだけでめちゃくちゃメイクよれづらくなりました。私は本当にこれは今回のメイクに限らず、ほんとどういうメイクでも使うのがおすすめです。これでメイクも全部完成です。どうだろう、どうですかね、いい感じ、いい感じじゃない、こんな感じで AW っていうか、まあ、ちょっとモードにしようと意識した感じのメイク。
はい、こんにちは。次女ちゃんもうちょっとググっちゃったので一緒にお送りします。よいしょ。はい、こんにちは。あー、かわいい。そんな感じでね、今日はあのロールさんのご提供でお送りした動画なんですけど、まあがっつりメイク動画でしたね。いかがですか。本当に家でもこんな贅沢なコーヒーあるかってぐらい美味しいコーヒーなので、コーヒー好きの皆さんは一度サイトをチェックしてみてください。概要欄にね、情報などいろいろ貼っておきますので、そちらをチェックしていただけたらと思います。いいね、高評価が欲しいなといつも思ってます。ぜひとも、皆さんお手すきの際にポチッと押してやってください。で、チャンネル登録絶対してますよね。ですよね。あ、全然して、もちろんして、知ってくださってると思うんですけど、一応念のため言ってきますね。チャンネル登録お願いいたします。というわけで本日もおさ YouTube をお送りしました。ではまた来週もお会いしましょう。せーの。